皆さんこんにちは。星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢宏之です。私のチャンネルですね、富士フィルムを使っている方が結構よく見てらっしゃいます。私が富士フィルムのプロ登録している写真家で、なおかつ、富士フィルムのアカデミー X 講師という肩書きがあるからだと思うんですけども、そんな富士フィルムを使っているユーザーの方からですね、ちょっとした質問が来て、あ、これ結構落とし穴って言ったら富士フィルムさんに怒られちゃうかな、結構ミスりやすいところだなと思ったので、今日動画にしたいと思います。その視聴者さんから、いただいた質問っていうのが、タイムラプス撮影、成形タイムラプスですね。星空のこう天の川がぐわーって動いていくようなタイムラプス動画を撮るために、撮影をすると、基本的にタイムラプスの撮影ってその電子シャッターを使った方がいいんですよ。たくさん写真を撮るので、シャッターが摩耗しないように、カメラが長持ちするようにっていうことと、そのシャッターのミラーショックっていうのが起こりづらいようにっていうことで、その電子シャッターで撮った方がいいですよって話なんですけど、成形タイムラプスを撮るときにシャッタースピードが1秒より下にならないんですと。で、電子シャッターを解除するとシャッタースピードが1秒よりも下に行くんですけども、どうすればいいですかっていう話があったんですよ。で、そこ結構落とし穴だなと思うので、今日改めてですね、きっかけはそういう話なんですけど、富士フィルムで成形タイムラプスを撮影する時の設定についてご紹介したいと思います。まずですね、最初にこのレリーズをおすすめしておきます。今カメラ内インターバルタイマー撮影っていうの機能があるので、これがなくても撮れるっちゃ撮れるんですけど、成形タイムラプスってですね、そのなるべくシャッター間隔を短くした方がいいんですよ。シャッターを切ってない間に星が動いているので、できるだけこう滑らかに撮影するためにですね、シャッター間隔を限りなくゼロに近い状態で撮影した方がいいですよっていうのがちょっとしたポイントなんですね。それを実践した時にですね、実は富士フィルムのカメラってカメラ内インターバル撮影機能を使った時にですね、撮影間隔を4秒空けてくださいっていう風に実はオフィシャルで公表されているんですよ。で、その撮影間隔4秒分空けて撮影をしないとどうなるかというと、撮影をスキップしてしまったりとか、あと、インターバル撮影間隔、その4秒おきに撮影してほしいのに、それがちょっと間隔がずれたりとか、そういうことが起きやすくなっちゃうんですよ。もちろん撮影間隔4秒空けて撮影しても成形タイムラプス撮れるんですけど、その4秒の何もしない時間ってすごくもったいないじゃないですか。10枚撮ったら40秒になるわけで、その4秒撮ってない間に何十枚か撮れるんですよね。で、タイムラプスって本当1枚1枚いかに撮影枚数をたくさん撮るかっていうのが非常に大事なので、そのなるべくロスをしないために撮影間隔が最も短い、できれば4秒インターバルタイマー、インターバル撮影間隔を4秒空けずに撮影したいっていうところがあるんですね。で、それを実現するときに成形タイムラプスのときにおすすめなのはこのレリーズですね。これはメーカー純正の RR100 っていうレリーズです。これはメーカー純正のものでもいいですし、インターネットで安いのを使ってももちろん大丈夫です。で、今日はXT4 で、これ実演しようと思いますけど、XS10 をね、使ってる方とかは、ここのレリーズのピンジャック、ここがですね、この太さが違うんですよ。ちょっと太いんですね。これ 2.5 ミリっていうサイズで確か、SX10 は、3.5 ミリっていうサイズなんで、この 2.5 から 3.5 に変換するアダプターを別途買わなきゃいけないです。これはインターネットとかでも買えるので、そういうアダプターを追加で購入してもらえればなと思います。成形タイムラプスを撮影する設定なんですけども、まず基本的にピントはマニュアルになります。
マニュアルですね。XT4 の場合はここについてます。これで、マニュアルフォーカスになって、自分でピントを合わせます。感度は私の場合はですね、だいたい6400から8000ぐらいにして設定してますね。感度6400から8000ぐらいに設定してます。で、シャッタースピードは T ですね。シャッタースピードは T に設定しておきます。こうですね。はい。で、液晶モニターの設定に移りますが、まあ、大体設定は、感度 6400F2.8 20秒ぐらいだと思ってください。画質モードは、まあ、これロー現像する人はローで撮っていただいて、 JPEG ロー現像しないで JPEG だけでいきたいよって人はもちろんこれ JPEG で OK です。ポイントだけ絞っていきたいなと思うんですけど、シャープネスはマイナス4した方がいいですね。これはですね、ノイズもシャープになるからっていう理由です。それから、高感度ノイズ低減も私はマイナス4にしてます。この高感度ノイズ低減というのは、こう消しゴムで擦ったようなノイズ低減がかかるんですけど、これがかかると今度星がシャープじゃなくなっちゃうんですね。なのでこのノイズ低減も一番弱い状態にしています。で、超秒時ノイズ低減、これ必ずオフにしてください。これがオンになっていると20秒露出したら20秒かけてまた20秒分のノイズを取るっていうことが発生します。ダークノイズって言うんですけど、まあこれやった方が綺麗になるんですけど、その20秒のロスって大きいんですよ。それであれば、つけないでこの超微ノイズ低減をオフにして、その分撮影枚数を稼いだ方がいい。それから、もし画像処理ができる人であれば、この超微ノイズ低減で行っているようなノイズ低減を後ほど画像処理ソフトでできることができるので、ここでやらなくてもいいですよという感じですね。で、レリーズを使ってなければ、ここでインターバル撮影モードっていうので、こう、例えば撮影、シャッタースピードが20秒だとしたら、ここは24秒にするってことですね。24秒にして、撮影回数は、ここでこう設定してもいいですけど、こうやって富士フィルムの場合は1コマずついくので、結構なんか300枚とか400枚とか設定するのめんどくさいんですよ。だからね、いつも私これね、無限にしてます。で、これで撮影を開始すれば、その4秒のインターバル間隔を置いて20秒のロスが繰り返されるっていう設定になるんですけども、これだと4秒のロスが発生するっていうことですね。ですので、まあね、このレリーズを使おうという話です。で、レリーズはですね、ここペロンとめくるとマイクとレリーズっていう端子があります。で、このレリーズの方にブシッと刺すんですね。ブシッと刺します。で、設定項目としては、ここにですね、連写モードがありますので、 CL か CH かどっちでもいいです。どっちかの連写モードにしてください。まあ CH にする必要はないので CL で問題ないと思います。それから手ブレ防止モードは必ずオフにしましょう。これオンになってるとブレます。ブレます。成形タイムラプスは三脚に立てて撮影をしますから、このブレ防止モードがオンになっていると、せっかく三脚に立ててるのに、そのブレ防止のその、手ブレ補正が効いて一枚一枚がブレてしまうという悲しい結果になりますので、これは必ずオフにして、で、今日の本題ここなんですよ。シャッター方式です。シャッター方式で、ここをメカニカルシャッターだとのガチャガチャガチャって、シャッターが切れる設定ですね。で、これを電子シャッターにしようっていう話なんですよ。で、まあ、仮にですね、まあ、今メカニカルシャッターにして、実演します。で、これにして例えばシャッタースピードを、まあ、例えば今3秒とかにしましょうか。このレリーズですね、このレリーズを押すとシャッターが切れるんですよ。切れるんですが、これをレリーズロックします。はい。こうすると、今シャッター切れてるんですけど、聞こえるのかな、これ4秒のインターバル間隔を置くことなく、常にこうシャッターが切り終わったらずっと撮るっていうことがこのレリーズロックで実現するんですよ。ですので、成形タイムラプスはこっちの方がいいですよっていうお話なんですね。で、これを解除するときは
レリーズロックを解除すれば撮影が終了します、はい、でここからが本題でございます。さっきの設定でシャッター方式を電子シャッターにしますよというふうに言いました。じゃあこれ、電子シャッターにした方がシャッター摩耗しないんだなっていうふうにやると、あれこれ気づきました。さっきシャッタースピード3秒にしたのに1秒になりましたよね。でこれね、どんだけこれ設定し露出を下げようとしてもシャッタースピードこれ以上落ちないんですよ。もちろん上げることはできますが1秒以下にできなくなっちゃうんですね。でさっき質問いただいた視聴者さんはこれで困っちゃった。でこれ解除するのはどうすればいいかというと、メニューからですね、ドライブ設定っていうところがあります。これで、なんていうか連射のスピードを選べるんですね。要はですね、その連射って高速連射低速連射って言ってもどんだけ速いのがいいの、どんだけ遅いのがいいのみたいな話ですよ。で今ですね、低速連射が8フレームになってます。1秒間に8枚撮れる設定なのかな。これを5以下にするとシャッタースピードをこう落とせるようになります。これ結構笑っていうか、ちょっとなかなか気づけないところなんですよね。なので、これがシャッタースピード1秒以下にならないときは多分連写モードの設定がすごく速いシャッターの設定になってるのでできないんですよっていうオチなんですけども、レリーズをロックすれば、これシャッターの音今聞こえるかな、聞こえますかね。はい、3秒おきにシャッターが切れます。健康さんから発売されている三脚&レリーズホルダーっていうやつを使えば、このレリーズをですねサクッと収納することができるので、それも合わせて、使うようにするといいと思います。で撮影の時はレンズにレンズヒーターを巻いてですね、レンズが曇らないように対策しておくことを成形タイムラプスの場合は基本でおすすめしておきます。まあ、こういうふうに設定をすれば富士フィルムのカメラで、このレリーズを使ってレリーズをロックした時の最短撮影設定が実現できますよと。多分この電子シャッターが切れなくてそのベストのセッティングができないっていう風な経験をお持ちの方って意外に多いのかなって思いますんで、今日ご紹介したこの設定方法ですね、富士フィルムで、成形タイムラプスを撮影してみてください。まあ、今日は XT4 でいろいろ説明しましたけど、他のカメラも、同様の XS10 とかね、XT3 とかでも同様の設定でレリーズを使って電子シャッターで、撮影連写設定することが可能になってますので、ぜひお試しください。それでは、今日の動画はここまでになります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、したっけねー。